ギャンブラーになるんだったらもう期待値の概念ってのは必須ですね。なかなかひりつくギャンブルになってるんじゃないかと。いろんなギャンブルの期待値計算していくと、まあ、プラスであることは絶対ないんですね。ギャンブルは儲からないと。はいどうもこんにちは、こみらいチャンネル俊介です。今回はですね、期待値についてやっていきたいと思います。この期待値ですね、場合の数確率のラストとなっております。イエイ、おめでとうございます。ここまでよく頑張りました。このラストの期待値を突破してもう本当におしまいということでですね、本当によく頑張りましたという感じですね。最後まで頑張ってやっていきましょう。まあそんな最後の期待値なんですけれども、まあそんなに重くなくて、まあちょっと半分遊びみたいな感じなんでですね、まあちょっとね、まあ軽く受けていただければなというふうに思います。期待値なんですけれども、まあ主にですね、まあ現実世界ではギャンブルとかで、まあよく使う概念ですね。なんかこう、このギャンブルやったらどんぐらい儲かりそうかなみたいのを考えるときに期待値というのはめちゃくちゃ役に立ちますということで、あんまりこういうの言うと良くないかもしれないけれども、ギャンブラーになるんだったらもう期待値の概念ってのは必須ですね。ちなみに僕もですね、考えたことがあって、これどういうギャンブルやったら儲かんだろうなと思っていろんなギャンブルの期待値を計算したことがあります。まあその結果、まあ、期待値を計算した結果ですね、まあギャンブルは儲からないという結論に僕は立ちまして、まあ結局ギャンブルやってないんですけれども、まあね、そういうことを肌身で感じるためにもですね、まあこう期待値というのは重要な概念なのかなと思いますね。まあということで、まあ早速やっていきましょう。この例題、まあコインを3枚投げます。コインを3枚投げて、表の枚数かける100万円もらえるギャンブルがあります。ちょっと雑設定のギャンブルなんですけれども、まあそういうのがあったとしましょうと。で、参加費は120万円でした。これは儲かりそうですかっていうね。まあちょっと教科書から引っ張ってきたんですけれども、教科書はちょっと100円みたいな感じで、100円ちょっとなんかギャンブルっぽくなくてシャバいなと思ったので、なんか勝手に100万円にしましたね。これで、なかなかひりつくギャンブルになってるんじゃないかというふうに思う、ちょっとまあ無駄な改変なんですけれども。まあこれで、まあこう参加したら、まあ儲かりそうなんかなということを考えていきたいと思います。これまあどういうふうに考えるかというと、参加した時にどんぐらい儲かりそうかの平均を出すというふうに考えます。1回あたりの儲けの平均ということで、まあ、とりあえずですね、全パターンを書き出してみましょうと。まずコイン1枚投げて、それが表か裏か。で、2枚目が表か裏か。で、3枚目が表か裏か。こんな感じで、まあ全部で8パターンありますと。で、まあ表を表を表になった場合は、おー、ラッキー。なんと300万円もらえますね。300万円すごいね。これが出たらまあ大儲けですよね。参加費120万円で300万円だから大儲けです。でまあ表表裏だったら表2枚だから200万円かなみたいなね。まあこんな調子で全部考えてみる。書いてみました。まあこんな感じですね。表裏のパターンはこれだけあって、それぞれまあ300万円、200万円、200万円、100万円、200万円、100万円、100万円、0円ということでね。これだったら悲惨ですね。こうやって、せっかくね、こう120万円払って参加したのに、もう賞金は0円ということで、これ非常に悲しい結果に終わっております。で、まあ今回考えたかったのは、1回あたりの儲けの平均ということだったので、まあこれ全部足して、8で割れば平均が求まりそうですね。全部で8パターンあるから。こんな感じに書くことができそうですね。まあこの300万みたいなこの表記は本当は数学的には良くない、ダメなんだけれども、ちょっとね、300万で0いっぱい書くと、なんかとんでもない式になっちゃいそうだから、ちょっと黒板では省略させていただきます。ちょっとすいません。まあこんな感じになりそうですと。まず300万円のやつが1個。で、200万円のやつ。200万円のやつが1、2、3個あって、で100万円のやつが1、2、3個あると。100万円かける3。で、0円が1個あるよという感じで、で、これで合計になるよ。で、それを、まあ、8パターンで割りました。これで1回あたりの儲けの平均が出そうな感じがしますね。で、これですね、頑張って計算してみると、まあ、150万円になります。150万。ということで、これをやったら、儲けの平均は150万円だということが分かったわけですね。参加費が120万円だったら、まあ、結構儲かる確率高そうだねっていう結論になります。こういうギャンブルがもしあったら参加すべきですね。うん。まあ普通に大損する可能性もあるんですけれども、まあお金に余裕があったらこれは参加したら儲かる可能性が高いギャンブルと言えそうです。こんな風にですね、1回あたりどのくらいの値が得られそうかの平均っていうのを期待値という風に言います。1回あたりどのくらいの値が得られるかの平均を期待値という風に言いますと。まあ、今回だったら、ま、これ儲けの1回あたりの平均っていうのは150万円ということだったので、このギャンブルの期待値っていうのは150万円ということになります。日常のギャンブルでもですね、儲かりそうな金額の平均を出せばですね、これあの期待値を求めることができます。これで参加すべきギャンブルかどうかわかるという仕組みです。まあ、こんな感じで全部の合計出す。で、パターン数で割るっていうのでももちろんいいんだけど、別の考え方もあります。これちょっと変形してみましょう。
これこういう風に書き換えることができますね。まあこう300万が待って、これかける1のところまあ8分の2してさ、300万かける8分の1プラス200万かける8分の3みたいな感じでこうバラバラにすると、これだからただ変形しただけです。こういう風に書くこともできますね。こういう風に書くこともできる。こうするとですね、また別の見方ができるようになります。何かというとですね、まあこれ300万でしょ？これ300万円ですよ。で、これがもらえる確率はというと、これ全体8あるうちの1なんだから、これ8分の1ですよね。つまり、この300万かける300万もらえる確率ってのをかけてるわけですよ。300万かける300万もらえる確率、200万かける200万もらえる確率、100万かける100万もらえる確率、0円かける0円もらえる確率、それらを全て足し合わせるという形でも期待値を求めることができるというわけなんですね。実は数学の教科書に載ってるやり方はこっちです。つまりですね、こういうことが言えるんですね。こんな感じですね。あるものの値と確率の関係がこんな風になっているとします。値 x1 が出る時の確率が p1、 値 x2 が出る時の確率が p2 点点点、値 xn が出る時の確率が pn みたいな感じになっていると、まあ、これで言うと300万っていうのが値ですね。で、それが出る確率というのが8分の1みたいな感じです。 x1 が出る時の確率が p1 みたいなね。ごめん、ちょっとね、テキストにこの表載ってないバージョンの人がいるかもしれないんだけど、そしたらね、こういう表をイメージしといてほしい。まあ、こんな感じで値と確率の関係があると。で、こういう風になっている時、期待値はどう求めるんですかというと、 x1×p1 プラス x2×p2 プラス点点点プラス xn×pn という風に求めることができると。つまりその値と確率をかけて足しまくれば期待値になるよということですね。まあここでやってることですね。300万円とその確率、200万円とその確率、100万円とその確率みたいなのやって全部足していけば OK ということですよね。いい感じだということでですね、早速問題やってみましょう。はい、ということでこんな感じですね。ちょっとした宝くじがあります。ちょっと僕がね、今回勝手に作りました。まあ合計1万本あります。まあ1万本ある中から、まあくじを引くということですよね。くじを引きます。で、その期待値を求めてくださいと。で、こんな感じになっていると。1等が100万円です、なんと、イエイ。で、それは1本しか入っていません。で、2等は1万円です。で、これが100本入っています。で、3等が100円で、まあ1000本入っていますよということですね。こいつの期待値はいくらなんだろう。こいつの参加費がいくらだったら、もう1本あたりがいくらだったら、まあ、やってもいいかなという感じなんだろうかということをね、計算していきたいと思います。ということで早速計算していきましょう。まあこれみたいな感じで、まあ値とその確率っていうのをかけて足していけばいいんでしたよね。ということで、まず1等が100万円、今回はちゃんと書きますね。100万円があって、で、それがまあ1万分の1本しかないということで、確率1万分の1ですね。で、次が、まあ、1万円。で、それが1万分の100本入っているんですね。ということで、こんな感じになるでしょうね。1万円が出る確率は1万分の100という感じになっている。で、最後が3等が100円。で、それが出る確率が1万分の1000。1万分の1000だから結構100円もらえるよね。うん、いい感じだと。ということで、まあ、あとは計算していけば OK という感じです。で、まあ、ここが、まあ、0、4つ消して、100ですか。で、ここが、なんかややこしいね、0ばっかりね。100になりますね。で、ここはというと、まあ、こんな感じにしたら10ですね。というわけで、まあ、これ全部計算すると、210円になりそうです。210円になりそうですね。だから100円、100円、10円ということで、210円。だから、この1本あたりの金額が210円以下だったら、参加してもいいんじゃないかなと。いうことになりそうだという感じでした。まあこれね、まあなんか高いんか安いんかよくわかんないと思いますけれども、実際にですね、なんとかジャンボ宝くじみたいな今やってるやつの期待値をちょっと計算してみました。もう完全に余談です。で、まあちょっとね、どんな感じか予想してみてください。まずなんとかジャンボ宝くじはもう1本あたりの金額が300円でした。1本あたり300円で、期待値はどんぐらいなんだろうと、いうことですよね。どれぐらいなんだろうというと、計算してみたら、まあ、140円ぐらいでした。145円ぐらいだったっけな。まあ、140何円みたいなのが期待値でしたと。これ、すごいですね。どういうことがわかります？つまりですね、こう1本あたり140円ぐらいしか儲からないということです。もうなんか1万円分ぐらい買ったら、もう5000円以上損するという計算がここで成り立ってしまうというわけですね。もう半分以上は
損するであろうというのが宝くじ。お家で宝くじを買っている家庭があったら結構体感に近いんじゃないかというふうに思います。今までで儲かった分のお金と今まで買った総額を考えた時に、まあ多分半分ぐらい損してるっていうご家庭が多いんじゃないかなというふうに思います。というわけでこれが確率の恐ろしさ面白さっていう感じですね。こんな感じでですね、いろんなギャンブルの期待値計算していくと、まあプラスであることは絶対ないんですね基本的にプラスだったら、まあ胴元が儲からない、ギャンブルを主催している側が儲からないので、基本的にまあギャンブルはもうダメです、やめましょうというそんな感じの動画でした。ということでですね、これで場合の数確率終了です。おめでとうございます。よく頑張りましたという感じですね。で、まあ、最後にですね、まあ、こっからどういう風に勉強していけばいいのかっていう流れと、数学が苦手な人に向けたエールを送っておしまいにしたいと思います。まずこれからの流れなんですけれども、問題をいっぱい解いてください。まあ、自分のレベルに合ったものを選んでガンガン解いてみると、僕の授業を受けて、でもう分かったぞ、バーンって成績上がるみたいなことはなくてですね、なんかやっぱりこう理科社会みたいな知識っぽいものというよりは、なんかこう英語とか、まあ、もっと言うとスポーツ音楽みたいな感じで体に体得させていくっていう、そういう側面もまあ割とあるんですね。今回出てきた考え方みたいのをうまく目の前のものに当てはめて応用して使えるかっていうところも、場合の数確率では結構大事になってきます。その練習として問題をいっぱい解いてください。で、答えが出たってなったとしても、まあ、なんでその答えになったのかっていうところを、まあ、しっかりとね深掘っていくといいと思います。で、できなかったよってなった時には、まあ、必ず裏に何かしら勘違いというか抜けているところがあると思うので、まあ、僕の動画に戻ってくるなりして基礎的な概念っていうのを確認していくといいのかなと思います。なんか樹形図のところとか同様に確からしいとか面積とか、なんかごちゃごちゃ言ってたと思いますので、まあ、そこら辺もですね、まあ、行ったり来たりしながら、なんかだんだんと自分の中に染み込ませていけたらいいのかなというふうに思います。では数学苦手な人に向けたエールなんですけれども、まあ本当にもう無理だ、俺には数学の才能がないってなってる人もまあいっぱいいると思うんですよね。で、数学において才能が重要だっていうことは全く否定できません。僕から見てもこいつにはひっくり返ってもかなわないなってやつもいっぱい見てきたし、逆にこいつなんでこんなできないんだろうなってやつもまあいっぱい見てきました。やっぱり才能は関係あると思います。でもですね、みんなが思ってるよりは努力でカバーできる範囲も多いと思ってます。何かというと、まあ、高校数学って、まあ、かなり知識を必要とするんですね。基礎的な問題の解法とか、なんかそれをそもそもインプットしてなきゃ天才でも解けないんですよ。努力してない天才はたとえ天才でも無理なんですよ、覚えてなかったら。で、逆に才能が波、そんな大したことなかったとしても、割とですね、こう基礎的なものをバーってインプットしたら、それなりに解けるようになります。まあなんか英語で単語無限に覚えれば、それなりに文章を読めるみたいなもんでですね、まあ、やっぱり知識いっぱいあると解けるようになるんですよ。で、日本の数学っていうのは、めちゃくちゃむずいっていうのが大前提にあるんですね。マジで世界レベルで見た時に日本の数学だけレベル異常なんですよ。だからほとんどの高校生が振り落とされてるっていうのは実は当然なんですね。もうマジでムズすぎる。だから基礎的な解法をインプットしたよっていうだけでも、実はですね、相当数学的には高いレベルに行けます。日本の数学の基礎ってめっちゃレベル高いので、もうそれ入れるだけでもうかなり上の方、そして、まあ、いつの間にか、もう高校生たちの中でも相当上の方になれます。もう本当に基礎が入ってる高校生って全然いないっていうのが俺の体感なのね。まあ、個別指導とかはなんかいろいろやってたけど、本当に基礎が入ってる高校生ってほぼいないですね。もう全然みんなできてないっていうのが、まあ、当たり前なんだなっていうふうに思います。だからですね、数学ができないどうしようって思ってる方は、まずね、基礎的な問題の解法をもう普通に自分でインプットしていって、同じ問題が来たら解けるぞっていう状態にする。それを愚直に繰り返す。忘れたら復習するっていうのをやっていく。それだけでもめっちゃ上の方いけます。そんな感じで意外と知識、基礎のインプットっていうのが大切なんですよね。もしかしたらあなたが数学の才能がない、私には数学が才能がないって思ってるのは、ただ単にそこのインプット不足なだけかもしれないです。意外と才能はあるだけれども、なんか全然インプットしてないからできないだけかもしれない。だからですね、もうぜひ諦めないで頑張ってほしいなというふうに思います。もう分からないのが当然で、数学っていうのはマジむずいんで分からないのが当然で、それをちょっとでも乗り越えようとするために、周りの友達とか、まあ、先生とかをいろいろ活用しながらですね、もうちょっとずつ理解していってください。今数学がめっちゃできるように見える人も一発では分かってません。もうなんかって思いながら、その人たちも頑張ってよく分かんないままやって、いつの間にかできるようになってる。そのスピードに違いがあるだけなんですよ。だからもう今よく分かんねえなと思っても、いやみんな分かってねえし
でそこでなんかまあ頑張りゃまあなんとかなるかと思えば、まあ、ちょっと気も楽になるような気がしませんかということですね、そんな感じでした。ぜひとも諦めずに頑張ってください。最後まで聞いてくれてありがとうございます。その声がいつもの夜の訪れ、濡れた路面跳ねる足音、胸を漕ぐ街並みがくれた些細な音。